本税寺は、岡山県新見市大佐田寺部にある臨済州、永元寺派の寺院。三号は、虎税山。大栄年間に、新言州寺院として山深い田地辺座佐賀峠近くの山頂に、時の豪族、東郷砂金を、吉政道安大古寺の会期とされ、解散十五大王将により、創建された。その後200年の時代経過と自流により、寺は旅重なり、 山賊に荒らされ、後輩が進み、現在地に移転する。移転後、第一世として、筒見山路、山禅寺が当時、臨済州小本山として、多数の修行像を置いて勢力があった、現在の新見市上熊谷新福寺から入山して、新言州から臨済州に改修する。続いて、第二世霊堂、祖市田田禅寺が、本堂改築の大発願を行い、 第三世石ミネソ・イズミ・禅寺によって、大屋根かやぶき本堂が再建された。同時期に、本禅寺から3キロメートル地点の大佐伝寺部めぎの、新本州のリズミ寺を統合して、勢力の拡大を図る。統合後の再建本堂内に、遠方8年華本教主の巧妙返上の、釈迦如来座像とき寺に、薬師如来、弥勒菩薩が安置され、断信徒に崇拝されている。 寺の古文書では、延教三年章本山新福寺に報告された、松寿報告書によると本税寺は、新見半関、張馬守る領文とされ、寺敷地と旗二丁一端一世、三輪竹やぶ二端十世、年口公二十二国二と一章休合とされている。寺表参道には十三仏信仰による石仏十三体、石仏口聞き地蔵一体、 説法中の石仏社家ムニセゾンゾウ一体、境内に石仏長寿間の像ゾ一体、石仏水子地蔵村一体、他小石仏六十体が安置されている。ありがとうございます。